まあこのちょっと廃墟っぽい建物の脇を行くのがこれ目印なんですけどね。このお家はどうしてしまったのか。自転車が吊り下がってますけれども、まあここはこの神社の隣にこのなんか廃墟めいたお家があるんですがね、歌声喫茶って書いてあった跡があるんですが、もう字も抜けてしまっている。そう、この神社の隣にこのお屋敷があるんでね、どうも不思議な感じがして仕方がないんですが、もうこのお堂と境目がつかないくらいなんかいろんなものが溢れてしまっている。これはどうしちゃったんですかね。歌声喫茶がこの経営難になってしまって、そのまま誰も住まなくなってしまったのか。シーシェルっていう文字が見えるんですがね、もう草も荒れ放題になってますね。もう植物がとんでもないことになってるんですが、もうこれはかれこれ8年近く前の話なんですがね、東京都の日野市という場所がある。まあこちらに私はしばらく住んでたことがあるんですがね、ワンルームマンションに住んでたんですが、ところどころに古墳がある。いわゆる昔のちょっと偉い人の墓ですよね。それがところどころ、町のところどころにある。普通に住宅地をこう歩いていくと急にこういう切り通しっていうんですかね、こういう崖がある、こういう傾斜があるんですね。こう斜めになってる、こういう斜めになってるところに小さなお墓がちょこちょことある。しかもそれが古墳時代とか、ああいう紀元700年ぐらいですかね、ずいぶん昔の墓なんだな。それはどうも不気味でしょうがない、うん、しかもああいう古墳っていうのはこういう鬱蒼としたこういう木々のこういう影になってますからね、余計不気味なんだな。でまたそういう古墳のところをこういう階段を、小さな階段をこう登っていくと、また普通に住宅地に戻って普通の明るい街並みなんだな。なんでそういう不気味な場所が所々にある。そんな日野市を今日歩いてみたいと思ってるんですがね。ここにもある通りですね、こちらのこの中央線が走ってるこの崖のところにあるんですけどね、まあ、ここに古墳がこう1号から7号まで7つあったそうなんですがね、まあ、ここは某丸々女子大の通学路になっているところなんですがね、うちの母親も卒業した大学なんですけどね、まあこのおしゃれな女子大生たちが見向きもしないこの地味な古墳を見ていこうと思うんですがね、これは全然関係ないようですね。この鬱蒼とした木々の下にあ昔のこの偉い人の墓があったそうなんですが、だいぶいろいろなんかあの盗人たちが盗んでったらしいんですよね、この副葬品を。ずいぶん昔の盗人たちが盗掘してったそうなんですがね、まあその盗人たちが1200何十何年っていう年号ですよね、年号をありがたいことにこの記入していったらしいんですよね、この墓の中に、うん、このサインしていったっていうか、なんでこの盗まれた 年号が分かるらしいんですね。それはだいぶ興味深いことなんですが、
まさにこのようにですね、落書きをしてったそうなんですね。しかしなぜこの家に、このお家は落書きをされているのか。こっちの方が不気味な気がするんですがね。このお家は大丈夫なんですかね。これ夜中とかに来るとかなり不気味なんですがね。前日野に住んでた頃はよく夜に来て肝試しだって自分一人でやってたんですがね。まあここに昔は古墳があったと。ここの石段を上がっていくと普通の住宅地に入るんですよね。これが線路の高架上から見たこの古墳なんですがね、もう今となっては古墳の跡形もない感じがしますがね。まあ、このモノレールの保土久保駅から歩いていくところなんですがね、今から向かうところっていうのがこの、まあ、お墓なんですがね、女性のお墓なんですが、まあ、西暦だと1850年60年あたりですかね、おそらく幕末から明治の頃にかけての方なんですがね、大変この敬虔な宗教家の方だったらしいんですがね、まあ、宗教家というか、いわゆる仏の尼さんですよね。まあその尼さんがついにですね、この悟りを開きたいという願望に駆られまして、生きたまま、要するに仏になるという、生きたまま成仏するという、それが悟りの境地だということで、この生きたまま土に埋められたそうなんですね、自ら、うん、この寺の者たちとかを集めてですね、今から私は悟りを開くんで、この土の中に埋まると、生きたまま、いやいや、あなたたちは土を上からかぶせてくれって言うんで、このかぶせたんですね、寺の者たちは、うん、で一応息ができるこういう竹の筒みたいのは地面とこう通じさせてたらしいんですけどね、うん、最初の方はだんだんその息が通ってるこの気配がしてたらしいんですが、まあ数日経ち、まあ20日ぐらい経つともうすでにこの息絶えられたということでですね、その女性が、うん、あ、とうとう仏になられたかと、寺の者たちも非常にこの尊敬したというか、あ、とうとう行かれたなと。まあそんな敬虔な女性のお墓があるんですがね、この先に。まあ年に1回ぐらい私はどうしてもこの、なんとなくその女性の生き様というか、に心惹かれてですね、年に1回ぐらいこうしてお墓参りというか、来るんですがね、脇を行くのが、これ目印なんですけどね。ここからちょっと私有地なんで、ちょっとあまり映せないんで、お墓だけちょっと映して、戻ろうと思います。まあ、この辺りもよく通ってたんですよね。しかしこっちの道を右に曲がって下っていくと、やけに暗い感じの場所にたどり着くんですよね。この坂道を下っていくんですよね。で、この先の右手にですね、ちょっと不思議な民家みたいのがあるんですよね。もしかしたらこれ家はなくなっちゃってるんですかね。僕が住んでた頃はあったんですよね。この右手ですよね。やっぱこの辺りはちょっと雰囲気があるんですよね。まあ住宅地のようには見えるんですが、なんか不思議な雰囲気を感じるんですよね。
住まわれてないと思うんですがね、この民家の隣に何なんですかね。祠みたいのが見えるんですがね、これ誰も参拝できないんですよね。ここは要するに入れないので誰もここを通ることができないんですよね。あそこに赤い鳥居は見えるんですが、まあ、ここはさっきの、 あの神社の祠の裏手にあたる場所なんですがね、まあ、一軒ぽつりと別のお家が建ってるんですが、もう白い柵で覆われていてこれ以上先に進めないんですね。この林の向こう側にさっきの赤い鳥居があったんですがね、この世の誰一人として参拝することができない。詳しいことはあの誰も住んでいない家に昔住んでいた人しか詳しいことはわからないという、そういうちょっと異様なものを感じる祠なんですがね。ここは先ほどあのちょっと不気味なエリアといったあたりの裏手にあたるんですがね、ここはどうも昔古墳だったようなんですね。いわゆる古墳時代から奈良時代ですよね。この西暦の、まあ、700年とか600年とかあのあたりですよね。まあ、そのあたりに古墳があった場所なんで、このちょうど石があるこの矢印のこのところですよね。この3つのこの3箇所の石がちょっと見えると思うんですが、まあ、ここは古墳だったよ場所ですよね。もしかしたらこの中に人が埋葬されてるということで、まあ、随分昔の話なんですがね、もしかしたらここにお墓があったという因果関係でこの裏手がなんか妙に不気味なエリアな雰囲気になってるんじゃないですかねと私は推測するんですがね。豪雨からゲリラ豪雨って聞いてたんですがね、逆に晴れてきちゃったんですよね。残念ながら雰囲気もへったくれもないんですがね。